こんばんは、ズンダモンなのだ。今日は幻のスコア 15.0 チャウグナルの試合を紹介するのだ。あと5秒で敵軍が到着します。準備してください。チン君とコンヤちゃんと3人派なのだ。ギルダーのような CC の強い相手に対してチャウグナルはカウンターになるのだ。 CC の強い相手がいないと弱いので、チャウグナルは先行キックしちゃダメなのだ。最初はニスキを取ってジャングルの視界を得るといいのだ。ニスキがあればスタン受けても解除して帰ってこられるのだ。ギルダーが執拗にアレイスターをハラスしているのだ。遠距離 S1 はともかく近接攻撃は身代わりできないのだ。必死に殴るけどこっち向いてくれないのだ。なんとかアレイスターが生き残ったのだ。ここでトラックカード発動。ゼフィスでナタリアを強襲するぜ。姉さん、事件です。4の矢がアレイスターに当たり、ファーストブラッドが取られたのだ。これにはコンヤちゃんもブチギレ。ギルダーが中央に見えたので視界取りながらロームするのだ。アレイスターが取られてしまったのだ。 DS レーンは人数不利で勝てないのでドラゴン取りたいのだ。ゼフィスも同じ考えみたい。DS レーンから敵が来ないかを監視するのだ。敵はスレイヤーカルと思うけど警戒は必要なのだ。ドラゴンクレイダスは倒されました。スレイヤーは倒されました。ギルダーの S1 スタンを S2 で解除し、ベレスの ULT を食らいながら悠々と帰還。恐ろしく完璧な連携。俺でなきゃ死んでたね。集団戦が起こりそう。チャウグナルつくまで待ってほしいのだ。ギルダーの ULT を ULT で無効化。HP が少ないベレスを倒そうとしたら逆に HP 回復させてしまったのだ。次ベレスと当たるときは注意したいね。ここからしばらくギルダーとイチャイチャタイム。攻撃をできるだけチャウグナルの方に誘導させるのだ。鉄の防衛線が消えた。ケノニア出撃。ナタリアの S213 コンボ、ベレスの ULT、 ギルダーのミダスタッチ。やめたげて。チャウグナルの HP はゼロよ。今度はベレスを回復させないように動くのだ。フォース使ったので張り付いてキルを狙うのだ。ゼフィスが生き残ってよかった。
倒されました。ラビの超ウルトラスーパー射撃が成功。4を美味しくいただきました。逃げるナタリアを追いながらギルダーの背後を取るのだ。まずは S1 スローを入れて撤退を阻止。 ULT されてもひたすらに張り付くのだ。ボットにレーナーが誰も来ないのだ。このままではギルダーから味方を守れないのだ。ボットはゼフィスに任せてしまおう。ドラゴンクレイダス、スレイヤー、キャメニア出撃。ラビを狙いに来たベレスを囲むのだ。次はギルダー。龍馬の奇襲に合わせてインフェルティーを発動。ギルダーの S1 も無効化できたのだ。人数有利なのでガンガン押すのだ。HP が少ないので帰りたいのだ。龍馬がチャウグナルにスキル吐いたところ、アーサーが奇襲。龍馬を逃がしたくないので ULT でスタンを無効化。アレイスターがベレスを捕まえたのだ。タワーをへし折ったら中立モンスターを借りながらドラゴンクレイダスに向かうのだ。味方の HP が低いので無理に戦わない。後ろに向かって前進するのだ。やれることが何もないのだ。とりあえずラビエの奇襲は警戒するのだ。ラビ、ごめん。お前の敵は俺が。取れなかったのだ。安心のサポートで突撃してくる号機、感無量ですよ。そらこうなるわな。ダークスレイヤーは倒されました。インフィナイトを取って最終局面へ。
敵のダークスレイヤーが召喚された。インフィナイト来るまでヒダメは極力抑えたいのだ。ラビの HP は満タン、火力もいい感じに出てるのだが、ラビのいないところで集団戦勃発。後入りでベレスを討ち取ったのだ。インフィナイトスレイヤーの登場だ。決戦開始。ヨーンの攻撃が痛すぎなのだ。ギルダーが壁抜けしてきたのだ。これチャンスじゃないか。残りはヨーン一人。これはいけるぞ。復帰したベレスをアレイスターで捕まえてラビで倒せば GG コース。ベレスがミニオン処理しないのでコア殴って GG なのだ。お疲れ様でした。チャウグナルが MVP でスコア 15.0 なのだ。チャウグナルは CC が薄くてよだめも出ない、活躍が分かりにくいヒーローなのだ。敵の強力な CC から味方を守り、チームの強さを底上げするサポートの鏡なのだ。でも今夜ちゃんからはキル取りすぎだと怒られたのだ。チャウグナルは大地の原力と相性がいいのだ。ベレスを警戒して死神の大腸を買ったけど、アミュレット買って前を張るのもいいと思うのだ。弱い弱いと言われるチャウグナルだけど、増産好きな人の参考になれば幸いなのだ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。またね。